フィーバー TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは、平田くんでーす。本日は、神奈川県横浜市西区にあります、ベルシティ横浜西口店さんに来てます。今日はですね、4月8日、8のつく日ということで、ベルシティはですね、8が暑いということでね、今日初めてですがやってきました。もうね、連敗してますからね、この連敗を止めるのはやっぱり、ベルシティのこの8のつく日しかないということでね、今日はこちら来ました。では早速行ってみたいと思います。入店入店。入店入店。入店入店。それでは早速、店内のデータを見ていきたいと思います。すごいですね。笑うセールスマン。すごい。これすごいっすよ。やばい、もう満枚オーバー。満枚オーバーでございます。なんともう万枚オーバーが2台以上、そして5000枚以上、6000枚以上がですね、10台以上あるっていうことで、今日はやばい。ほら、天下風部もすごい。すごいね。秘宝伝もすごいです。8000枚以上。まあね、なんか、4フロア、地下1階と、あと1、2、3、上もあるんでね、ちょっと上の方行ってみたいと思います。2階フロア見ていきたいと思います。すごい、ドラゴンギャルから万枚、多分もう今お客さん打ってないと思うんですけど、万枚札が出てます。すごい、万枚出ちゃうんですね、ドラゴンギャル。すごい、お、すごいですね、アクエリオンも出てる。すごいことになってんな。すごい、なんとここベルシーさん、桜大戦を14台、14台も入れてる。すごいです。もうね、今桜大戦がバンバン外れてる中、14台、すごい。8000回転もあって、これすごいね。8000回転、これいいんじゃないかな。こっちもいいな。こっちにしようかな。こっちの方が多分合成いいような気がする。 ART の引きは悪いけど、ボーナスの確率がね、こっちの方が。ここで行きましょう。こいつで勝負したいと思います。えいえい。はい、それでは早速サミーさんの桜大戦3行ってみたいと思います。一回打ったことあるけどね、何も起きなかった。マジで。頼むよ、今日は。なんか起きちゃってくれ。やばいぞ。お腹出たよ。ベルですね、ベルですね。パリニュースか。パリニュースはダメだよ。やっぱかっといんだよな。すごいなあ。あ、なくなっちゃった。追加投資したいと思います。お。やばい、足つった。足つったぞ。なんとね、今日ここに来るときにね、ゲームセンターの桜大戦があったので、ね、ちょっと、打ったら、なんと100円でボーナスを引いちゃったというね、無駄引き。無駄じゃないな、相性がいいってことだよ。うん、だから大丈夫だ。やばい、あと5分。追加投資。やばいよ。確かビッグが200枚ぐらいだから、これで当たんないと、ビッグじゃないとダメだ、レギュラーじゃダメだ、間に合わないもんな。まあね、ジャグラーがあの稼働じゃ、まあね、看板機種なんでね、やっぱさくらだろう、ここは。あ、3分ぐらいしかないじゃない。道を切り開け。無念。
順押しだったか。次こそは中だと思ったのに。お、あ、来ました。これちょっと熱いんじゃない。今日スイカですね。お、チェリー。お、この間知ってろ来たんじゃない。これこれエウレカみたいにあんのかな。よっしゃービッグボーナース、イエーイ。やっ、これどうだっけ。ベルシー横浜西口でいい店だね。うん、間違いない。いやーすごい、やりました。ありがとうございます。最近バケしか引いてなかったんでよかったです。来るも、あ、これ狙ったね。おりゃー、止まんないね。ま、あー止まってくれ、止まってくれ、止まんないね。まあ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 、止まったところでみたいなね。あ、おい、閉店のアナウンス流れてますよ。閉店のアナウンスが、せーせー。あれ、なんか少ないよ。やっぱチェリー取っちゃいけなかったな。まあいいか、おいで。まあとりあえずおいでね。おい、ちょっとね、気分いいから閉店くんステッカーをね、ちょっと勝手に貼っていっちゃおうね。この勝手に貼っていっちゃおう。どこがいいかな。こういうのも貼ってっか、柱に。これ柱に貼ってこうな。閉店くん来たよみたいなね、この台良かったみたいなね、こんな感じで勝手に貼っていっちゃおうな。あー、そうだそうだそうだ。250枚。はい、実践終了、実践終了、やったー。ということで、やっぱね、看板騎士だけのことあるよ。桜対戦打って、まあ投資がね、ちょっと俺のこれが弱いから3000かかっちゃったけど、まあ見事ね、ビッグ引いて、ほんでね、210枚、まあね、4000円と、あと亀田のサラダ薄焼きせんべい、あとカントリーマームゲットしました。プラス1000円です。やりました。もうね、ここ最近ね、ボーナスいてもね、バケばっかりでね、もうちょっと弱いね。今日もバケかなと思ったんですけど、強気にビッグ狙ったらビッグ揃っちゃってね、やりました。もうね、みんなも桜対戦打った方がいいよ。うん、まだまだここ14台もあるからね、選びたい放題でございます。で、こんな素敵なお店ベルシティ横浜西口店の宣伝をちょっとだけ、なんと4月の30日土曜日、ピーマートイベント全ゴロン開催いたします。もうね、全ゴロンがやってくるということでね、全ゴロン騎士が何騎士あるのか、何騎士あるのかな、わかんない。もう1匹2匹3匹4匹わかんないね。それはね、もう前後論のサイトをね、チェックしていただければわかると思うんでね、ぜひぜひ来ちゃってください。もうスロット専門店なんでね、激アツ間違いないです。そして翌月の8月、今日はね、8の月日ということで、ベルシティもう全店ね、8の月日おすすめなんですけれども、8月8日ということでね、8が2個並ぶ。もう1年に1回しかない。もうね、この日はね、ぜひ来た方がいいということでね、もうね、あーでもな、横浜か。ちょっと遠いな。俺埼玉県、埼玉にもあります。あー東京か。東京だな。東京にもあります。もうね、神奈川にもあります。もうね、近いベルシティに8月8日は行っちゃってくださいということでね、ここベルシティ皆さん、来ちゃってください。今日僕は勝ちました。久しぶりの勝利です。まあ、このまま勢いに乗ってね、パンパンと買っていきたいと思いますんで、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回も、次回も勝って